やろうなってたとしまいぞ。よいしょ。言われた。高校の時にね、寮にやべえ面白いやつがいるぞ、おやつってやつだって言われて、え、おやつと思って、その時はなんかおもろそうな名前だなって言って、思う、おやつってで、下の名前聞いて、うん、哲也って聞いて、うん、爆笑しました。そこじゃないどっちかって言ったら名字だし慣れたら今変な名前じゃなかったんですけど、当時はちょうどいい個性のある名前だなと僕思ったわけですよ。そんなことを思いふけていたら、たまたま思い…前は柴田祐介だもんなそうだよ、羨ましいんだよね、おやつ哲也とかクオとかクイタとかさ、いいな、ここまさに君らは柴田祐介、なんでどっちもなんどっちもって言うな、まあ、今柴祐でなんとかなってるけど柴田祐介なんですよ。個性的な名前いいなとすごく憧れまして、個性的な名前をめちゃめちゃ調べました。そしたら本当にっていうのがいっぱいありましてね。ああ、我々と比べ物にならないような、比べ物にならない。例えばね、まあ有名なので言いますと、エロ漫画島。ああ、ありますね。嘘みたいだな、嘘みたいな島ね、うん、あともこれも有名、ゴリラゴリラゴリラね。ああ、ゴリラのね、シローランドゴリラ革命、そういうのがいっぱいあるわけですよ、世の中には、うん、ということで今日はこれ本当の変な名前、それとも芝居が考えた変な名前、ちょっと面白そう。けど簡単じゃない？その2択なら。まあ実在か芝居かってなったらね、今からね、4択で変な名前を羅列します。その中に1個だけ僕の変な名前がありますんで。むずいよそれは。1個芝居か、これ僕隠れてると思う。はいはい、自分出しすぎてない、大丈夫、隠れて信じたい、うん、散々過去にそう言ってお前って分かってたぞお前だろっつって。で、全5問やりまして、はい、今回僕自信あるんで、俺と君たちの戦いと。おお、チーム戦、ここはじゃあチームです。はいはい、チームで考察してやってください。はいはいはい。で、君らが過半数正解できたら僕が罰ゲーム受けます。なんで過半数もいいんですか？過半数ちょっと待ってよ、大丈夫かな、行っちゃったからには、ね、行っちゃったもん今現地もう取られちゃってもう取り消せないよ。でも俺だってさ、2問までだったら罰ゲーム受けるでしょ。3人なんでか知らんけど、まあ3人1人代表してじゃんけんで決めてもらおうかなって感じですね。あ、なんかこっち結構リスクないな。で、罰ゲームはですね、まあこの動画中に出てきた一番みんなが上がった名前に、うん、まあ2週間かな、改名で軽っ。いいなぁ。結構困ることあるんだよね、改名って。改名一番のタイミング次第では重いんだよ。そう、何もないシーズンなら一番楽なんだけど。いや、ちょっと待って、たるいな、なんかないっすか改名が今別にうざいっていう話で持っていってたの。いや、だって変な名前ってことしかさ、ないからさ、今、うん、こう、格好があるものとかではないわけだから。寝てたミスさんが起き上がったと、なんかおい、寝とけあ、なんかありますか、ミスさん。いや、だから軽いじゃん、改名だけだからと、うん、なんか新しいなと思ったのは、改名と、なんかにしたらと思ったあじゃねえよその名前っぽいみたいな。改名と何か、もう新しい世界入ってて2個ついちゃってるな、バツ2個じゃん魚の被り物。え、お前勘弁して、本当にやだ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 2週間だよ、だって2週その場合1週間になりますけどねそうなの、ごめん、なんか追加しちゃって。その場合は1週間になったの今。その場合1週間。ああ、いいの、必殺と考えていいの、本当に。何お前もう1回もう1回で3日にしてもいいよそれはでもありもうカメラ回しながら罰ゲーム決めるとこうなるんだって。怖いから。もうポケモンみたいにその変な名前から想像される声色と語尾がっぽくなる。怖いの大変だよ。いや、怖い色はまじ気持ちいい。語尾にしてこ、じゃあ語尾かな。じゃあ語尾も追加で、語尾は後に相談で、期間は3日。しっかりやりました。だから一番楽なんじゃないかって思っちゃう。あれってうざいのってさ、私生活やん。休みの日に何でもない時にこれでやってるよ俺が一番重たいんだけど、それがないから急にすごい軽く感じちゃったの。何がしたなんだこいつ、何がしたいのこのぬんってやつをさ、うわっざってやってさ、またうわっざってやったやん、うん、それをうわっざおーいひめえこいつマジで一緒に動画撮りたくないです。見てもそのまんまってこと。見ないんだ。1じゃない、1週間。1週間、うん、分かった、2は2000やと思う。それでいこう、1週間でいこう。絶対勝つ、その代わり勝とう、マジでマジで考えよう。だからこそやっぱ真剣になれるからね。絶対勝つ、マジで勝とう、頑張ろう、頑張ろう、勝つ。
ていきます。はい、第1問、生き物の学名じゃなくて和名、これたまたまですけど海系ですね、みんな。はいはい、うん、選択肢1、すべすべケブカガニ。嘘だって、ありえないな。ありえないって、矛盾してる、逆のこと言ってるもんね。選択肢2、ションベンタレ。いや、ないだろ。そっちか。マジでクソむずいわこれじゃ。やばい、これ待って、もう理解してわかんないんだもん今。これまずい。選択肢3、ヒゲなしご飯ウミウシ。いそう、いいそう。ご飯どっから来たのか。どっから来たの。ヒゲなし？ご飯。ヒゲなしご飯ウミウシ。いらねえご飯。選択肢4、魚ですね。北枕。なんだそれ。本当？いや1は怪しい。怪しい。1はマジ怪しい。だってね、スベスベまんじゅうガニっているじゃん。いるね。毛ガニですよね。毛深ガニだよ。確かに毛ガニでいいもんね。毛ガニだろそこは。スベスベガニ。北枕ションベンタレはありそうじゃない？そうなんだよね。北枕なんかすごい魚のイメージで、なんか北に向かうからみたいなさ。ありそう。毛深ガニでいっていい気がするけどな。さすがに一番っぽいよな。怪しい、この中では。違ってもまあ仕方ないだろこれは。決まりました。お前が考えたのはスベスベケブカガニです。バツ。マジか。よし、正解。ってことはこれ、ってことはヒゲなしご飯ウミウシ。俺が考えたのはヒゲなしご飯ウミウシ。うわー、くっすきね。マジで本当？え、どんなんか見たいわ、もうこれ。ちょっと、当てるな。スベスベケブカガニ見たい。まず、ケブカガニ科っていうのがいて、おいおい、ケブカガニの中では、スベスベなんですよ。そういうこと？ケブカすぎないケブカガニってこと？スベスベまんじゅうガニ言われたとき、うわ、危ねえと思ったもん。うわー、じゃあ、いるんならいるだろうってことでよかったのか。確かにな。ああ、まずい。4分の3取らないといけないのはまずい。第2問。はい。選択肢1、こちらザリガニですね。うん、ただただ漂うカニ。うーわマジむずい。でもいそうだよね。いそうに思えちゃう。選択肢2、これ苔の一種らしいですね。ああ、竜宮の乙姫の元結衣の切り外し。なんか本当意味なんかあった。選択肢3、これ貝ですね。根性畳破れ。うわやだ、今のところどれもいないよ。選択肢4、これ鳥ですね。サシバ。ずぅ、はい、お考えください。うわー、シャーシャーシャー、間違えろ間違えろ。マジでむずいわ。うわ、サシバどうする。サシバな、めっちゃいてもおかしくないからこそ。まあ、北枕とかだし、いるだろって思わせる作戦。ただただ漂うカニってずっとアニメのなんかね、出てきそうなやつだよね。俺、根性畳破れ怪しいけどな。いや、根性畳破ればいるんじゃない。まあ、意味がちょっとしっかりしてそうなのね。じゃあこれもう消去法的に賭けの刺しは、マジ隠れすぎ。うまっ。いやこれね、普通に本物が尖ってるから全然隠れちゃってるね。刺しは怪しいって。ここ刺しは通したら熱いけどな。刺しは熱い、ね、厳しい。やべえ、お前言っとけよ先に、こんな問題ならよ。言ったら何になるってんだよ。根性畳破れか刺しはだと思うんだよ。根性畳破れは芝居感出てない。まあ確かにね、五感というか。そうだね、根性と畳と破れはなかなかだな。どう破るんになるもんな。ただただ漂う神の方がまだふざけた学者感があると。畳メンタルちょっと深めになってきたわ。わかる。刺し歯スルーいく。刺し歯勇気のスルーだな。スルーの根性畳破れ、五感が芝居。信じるかそれを。決まりましたか。はい、はい、芝居が考えたやつは根性畳破れ。正解だ。刺し歯で見せらなくて、いろいろ高騰って最終的に言いやすさで決まったね。ね、刺し歯か、いるんだ。分かると思ったんだけどな。マジでこれは怖い。怖すぎた。まだまだ勝負はこれから。第3問。しゃあ。これはですね、人間の名前。人間の名前。うん。各国のいろんな人とか偉人的な人とかみたいな。いきます。こちら昔の日本人ですね。うん。カツラギのおなら。おい、これに解明させられる可能性があるぞ。やばい、カツラギのおならは嫌だ。続いて、選択肢2、トルコのバレーボール選手。ほう、ギュルデニズ・オナリ。いるだろ。そういう系ね。いるな。選択肢3、ガーナの偉い人、ニャホニャホタマクロウ。うん、
うんうん、はい。選択肢4、ケニアの親善大使、悪者車輪おばあい。よって考えたのそいつ。車輪おばあい、車輪おばあい。え、でもさ、うん、聞いたことあったよね。あったあったあった。3はいますよね。そう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 、やってしまったな。よし、3択だ。玉黒ね、これは怖かった。いいよ、うん、そういうのも加味してるから。いや、ほにゃほ玉黒はいます、ね、よかった。これ選択肢1個減ったからだいぶ解きやすいよ。トルコだっけ。トルコもそうだったよね。オナル、オナルいるだろう、うん、オナラかオパーイかなね。いや、オナルに関してはここでいないって言われても絶対いるもん。確かに、ね、絶対いる。こんなちゃんと字あるの、カツラギのオナラ。めっちゃ怪しいな。悪者車輪オパーイにしか思えんな。思えん。よし、はい、決まりました。しばゆうが考えたのは悪者車輪オパーイ。やべえ、正解。うわー、よし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 。やばい、出てきてる出てきてる。やばい、はいはい、熱いぞ。普通に炙り出されてきた。やばいやばいやばい、これダメだったな。やばい、正解。これはちょっとギルデニスオナルのパワー不足じゃない、うん、そうだね、まずい。あと1個当てればいいんだよね。これはいけます。2個中1個でも当てればいいんだ。ちょっとたくさん選択肢がある中で今作るわ。おお、組み替えてる。これ使わないんだけど試しに聞いていい、うん、スケベ人間知ってるよね。知らない。知らない、うん、うわ、使えばよかった。何スケベ、何それ、スケベ人間めっちゃ有名な変な地名です。じゃあできました。わい、はい、第4問選択肢1、はい、これはチェコです。プルチーン。チェコね、チェコ地名なんだ。はい、うん、気持ちいいね。プルチーン。選択肢2、日本にあります。お、金玉落としの谷。うわー、むずい。選択肢3、ナイジェリアにあります。マンビラ高原。うん、選択肢4、ベトナムにあります。スケチン宮殿。何今回の問題は。切羽詰まって何を言っとるんだ君は。うわー、これはむずい。むずい。上からいきますか。フルチーン。別にあってもおかしくない。チェコのフルチーン、これあるし。金玉落としはね、聞いたことが全くないけど。そうね、日本の方が聞いたことある可能性高いけど。リスク背負ってきたな、これが本当にあるとしたら。マンビラもありそうじゃない。まあ、マンビラもありそう。なんかさ、やりすぎな名前がないから難しいよ。むずい。スケチンってだってなんかそんな言葉ないよ。スケチク宮殿とかだったらもう、はいって感じだったよ。確かに確かに。うわ、金玉かスケチンじゃない。しばゆうがどれ言いたいかって言ったらマンビラじゃない。いや、マンビラは普通に見つけて喜んだんだって。ここ金玉で来てたらすごいな。かっこいい。ここで金玉落としはかっこいい。何その言葉。金玉落としいっちゃうとかね。怖すぎるよ。じゃあスケチンかな。スケチンに一票だ。スケチンか。スケチンだな、これは。それでいこう。わかりましたか。はい、はい、しばゆうが考えたのはスケチン宮殿。正解じゃーん。お前らさ、なんだろ。やったやったー、なんでいける。大勝。なんでいける。これむずいやん別に。いや、めっちゃむずい。だから他の方がなんかあるんだもん、言葉として。もともとビールから魚になります。確定じゃん。確定だよ。ええ、名前はカツラギのオナラになるの。今んとこなんだろうね。ヒゲなしご飯ウミウユシかっこオナラとか。ただただ漂うオナラとかでもいいよ。やっと楽しくやれるわ。あー、よかった。てつ、ありがとう、ね、一週間で伸ばしてくれて。よかったね、よかったよかった。ちょうどよかった。楽しみだわ。くっそー。まあいい、罰ゲームは確定したが、ここで一泡吹かせてやる。第5問。はい。第5問は少しルールが変わります。ええ、あの、1個だけ本物なんで。おー、1個だけ本物当ててください、ね、こちらですね、昆虫の学名。選択肢1、クソ三本ハンナゲルマッポ。あ、マジこれマッポしばゆだろ。しばゆだろ。クソ三本。選択肢2、オバデスクヘイブリッヒノグノグ。ノグノグもね。え、攻めすぎだな。選択肢3、ウンジルクス厚切りホダホデミカ。ほら、お前ちゃん、お前にはって。選択肢4、ボッキデュームチンチンナブリフェルム。お前や、お前だったや。いいやん、ノグノグじゃん。
嘘3本とうんじると勃起が勃起チンチンがあってお前オバデスクはないだろオバデスクだろこれはオバデスクこれはオバデスクチンチンなぶりってもうこれ言ってんのよ勃起チンチンなぶりが並ぶわけねえだろ2だなこれは2でしょさすがに信じるかうんまあ3の可能性もあるが本物は芝生が考えてないやつははいオバデスクヘイブリッヒノグノグ不正解残念あ残念だよっしゃー封じるは封じるかこちらですね本物やるやつはうんボッキデブチンチダブリフェルムすごいすごい俺すごくないよく見つけましたいやこれはすごいなすごい本物ボッキデブチンチンダブリフェルムですやばいやばいやばい一番本物が一番すごいパターン本物にもう勝てなかったのこれだからこんな感じになったんだけど危な最終問題激ムズじゃんねここまでもつれてたら絶対ダメだったわくそー危ねーキモえ嘘でしょそれそれどういう形これ何何何何頭何これえモンスターじゃんすごいねこれすごい四つ子仏のゼミセミなんでこんな奇跡あるだろすごすぎるなやばい何人が考えたらこうなるんだろうねいやー素晴らしい問題でしたいやー楽しかったです最後は勝ちましたんで僕が罰ゲームイエーイ何にしますかもうこうなったらボッキリウムでもいいけどねもはや別にそれ下ネタの言葉じゃないもんね学名だから正式な僕は1週間魚をかぶって名前がボッキリウムチンチンナブリフェルムになって語尾はフェルムですか何ですかいいんじゃないキモ長っ1週間ねえきついやおならにしよう語尾語尾おならにしよういいよもうおならにしてるよそういやでもあと一歩で勝てる感じだったんですけどねいや難しかったな今回は、ね、ちょっとまたリベンジしたいっすなんかで恐ろしいシステムが生まれたな。いいね、体張ってるな。来いよ。来いよ。あ、バグっちゃった。語尾変わった後だとどうなの？来いおなら。来いおなら。どんどん来いおなら。滑ってるやん。大変だ。大変だなこれ。大変おなら。閉めろよ。